イラン・ラモーンは、イスラエル空軍のパイロットで、後に、イスラエル人初の宇宙飛行士になった。ラモーンは STS-107 の、米ロードスペシャリストに選ばれ、テキサス州南部で起こった、コロンビアの大気圏再突入時の事故で、他の6人の宇宙飛行士と共に死亡した。ラモーンは、アメリカ合衆国の合衆国名誉、宇宙飛行士勲章の外国人で、唯一の受賞者である。 ラモーンはイスラエルのラマトガンで生まれベールシェバで育った。母と祖母はアウシュビッツ強制収容所の生き残りだった。イランという名前はヘブライ語で気を意味している。ラモーンは世俗的なユダヤ教徒だと考えられているが宇宙でもユダヤ教のしきたりを守っていたと報じられ、インタビューでは I feel I am representing all Jews and all Israelis と語っている。 また、宇宙飛行士で初めてカシュルートの食品を要求した。彼は、日の出が約90分間も続く宇宙で、ユダヤ教の安息日をどう守るかについて、エヴァドル・バビッチ・ラビとザビ・コンネコブにアドバイスを求めたと言われている。このことについては、2003年2月7日に、ケネディ宇宙センターで行われたコロンビア号の記念式典でのラビ・コンネコブの講演の中で、 エルサレムウィーハバプロブレムと語られている。ST、s t s 1 0 7のミッションに、ラモーンは、アウシュビッツで命を落とした、ペトルギンツが14歳の時に描いた、鉛筆が、ガツの風景を持ち込んだ。また、イスラエルの大統領モシェカツァブから与えられた、モウセゴ書のマイクロフィルムも持ち込んだ。ラモーンは、ホロコーストの生存者が、 ロサンゼルスで組織した1939クラブに対し、ホロコーストのシンボルを一緒に宇宙に持っていくことを申し出た。サンフランシスコの芸術家、エーミー・ゴラントによって制作された有志鉄線のメズーザーが選ばれた。ラモーンはさらに、メナヘム、メンデル・シュネウルゾーンのドル紙幣も持ち込んだ。ラモーンと他のコロンビアの乗組員は地球の大気圏に再突入する際、 テキサス東部で死亡した。地上への到着予定時間の16分前のことだった。ラモーンが宇宙で書いていた37ページの日記は奇跡的に焼け残り、未亡人、ローナの元に届けられた。彼女はこれをエルサレムのイスラエル博物館に寄贈し、イスラエルの人々と共有した。ローナ・ラモーンはこれをイスラエル博物館の法医学の専門家のところへ持ち込んだ。 二ページだけが公開された。一ページは、ラモーンの覚えを記したもので、もう一ページは、キットー書の祈りの言葉だった。学芸員のユーガルザルモナは、この日記を修復するのには一年かかり、警察が80%を解読するには、さらに4年を要すると語っている。ザルモナは、この日記は爆発の際に凄まじい高温と低温に、耐え抜き、 その後は微生物や昆虫による害も受けた。残っていることは奇跡であり、信じられない。これが、どのように、スペースシャトルの事故から生き残ったのか、論理的な説明はできない。と語った。ラモーンは、日記の最終日にこう書いている。黒いインクと鉛筆で書かれ、16日間のミッションの、 うち最初の6日間分をカバーしている。髪は白いままで地球から37マイルの位置で起こった爆発でも単化しなかった。ラモーンは1972年に高等学校を卒業した。1987年にはテルアビブ大学で電子工学とコンピュータ工学を収めて卒業した。F-16 戦闘機の機種部分イスラエル空軍ではラモーンは 大佐の地位にあり、戦闘機のパイロットとして何千時間もの飛行を経験した。1980年には、イスラエルが新しく購入した、戦闘機 F-16 に初めて乗るグループの一人に選ばれた。1981年、彼はイラク原子炉爆撃事件に最年少で参加し、この作戦によって10人のイラク兵と一人のフランス人研究者が殺害されている。 彼は1974年にイスラエル空軍飛行学校を卒業し、1974年から1976年には A-4 部隊、1976年から1980年にはミラージュ3部隊に所属した。そして1980年に新しい F-16 部隊ができると、ユタ州のヒル空軍基地で訓練を受け、その一期生になった。 1981年から1983年には、そこで副隊長を務めた。テルアビブ大学に通った後、1988年から1990年に F-4 部隊の副隊長を務め、1990年から1992年には F-16 部隊の隊長となった。1992年から1994年には、 軍事要求部門の中の航空機支部の長を務めた。1994年に大佐に昇進し、兵器の開発と買収を担当する軍事、要求部門の長の地位を与えられた。このポストには1998年まで止まった。ラモンは A-4、ミラージュ3、F-4 を合わせて3000時間以上、F-16 で1000時間以上の飛行を達成した。 イラン・ラモーン1997年、ラモーンはペイロードスペシャリストに選ばれた。彼は砂漠のエアロゾルを記録するためのマルチスペクトルカメラを含むスペースシャトルのミッションのリーダーとして訓練を受けた。1998年7月から2003年まで彼はテキサス州ヒューストンのジョンソン宇宙センターで訓練を受けたと言われている。 彼は STS-107 に登場し、15日22時間20分間、宇宙に滞在した。STS-107 は、コロンビアを用いて2003年1月16日から2月1日にかけて行われ、16日間が科学と研究に捧げられた。乗組員たちは2交代制で24時間働き、約80の実験を実行した。 STS-107 のミッションは、再突入時に、コロンビア号が分解し、乗組員7名が死亡したことで唐突に終わった。ラモーンの妻ローナと4人の子供たちは、事故時、テキサス州にいた。長男のアサフラモーン隊員は2009年9月13日、21歳の時に F-16 の訓練中の事故で死亡した。主幹候補生として、トップの成績で、 イスラエル空軍航空学校を卒業して3ヶ月後のことだった。ナハラルにあるイランラモーンの墓。ありがとうございます。